った。ちっちゃいな。どっち？チビチビや。早っ。おかしいやった。おかしいでした。こんばんは。こんばんは。外遊びです。はい。ガシラでした。ちょっとゲイキさん。え？早ないっすか？ガシラやけん。ガシラが釣れるということは今日はアコウでございます。いやなか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 釣れないんよね。というわけでね、もう今日はとりあえずでかいの釣りたい。でかいのね。うん、でかいのを狙っていつも投げない14グラムとかでちょっと誰も届かん流れの中とかを。なるほど。ずんやりやっていこうかな。なるほど。うん、14グラムを1投目2投目したでしょ、うん、流れがないことに気づくっていう。流れてないよ今日全然。いつもと比べたらなんだこれっていう。そういうさ、釣りって出かける前に今日はこんな釣りしようってなんとなく思い浮かべていくやんか、うん、それあハマらん時多いよね。多い。なんで今日こんな激流のとこがなんで流れてないの、ロッド3本も持ってきたのにっていう時もあるしね。そうそうそう、ロッド3本持ってきたのにリグ全部忘れてきて、バッカン置いてきた。お、ウエスティンが釣ったよ。でかそうよ。いや、そんなでかくないっす。そんなに大きくない。けどアコウやん。アコウだと思いますよ。バレんなよ。珍しいよ。ウエスティンはでもちっちゃいのってええやろ。おいー。あー、ナイスサイズ、ナイスサイズ。お、グッサイズ。お。監督。おお、いい当たりでした。おお、コンっていうやる気のある当たりでした。38。いや、38もないっす。6 34やね。34 3。いや、ちょっと監督刻んでだんだん小さくするのやめてもらっていいですか。32やな。あ、えらい小さくなりましたね。35はあるやろ。いや、ない、5ないぐらいっすね。ないか、うん、はい。けどね、水深これね、3メーターないとこやから、うん、やる気ありますね、うん、いい感じやと思う。お、恐縮です。やるなあ。ありがとうございます。上手やな。いやいや、それね、最近めっちゃ言われるんですよ。みんなニヤニヤしながら、うん、ウェスティンさんって釣りうまいんですねって。でも監督と2人で行った時もメバルバカバカ釣りよったやん。恐縮です。ラッキーです。はい、ありがとうございます。1匹目さ、はい、ピンチの、はい、ウェブショップ、はい、いろいろ商品並んどるやんか、はい、商品でゴルフライトとかさ、はい、短パンとかいろいろ出てるやん、はい、かわいい女の子が来とるの映っとるね。うん、何人か、ね、うん、女性モデルがどれやろうか。今年の夏は何人かおるんですけど、うん、メインは健康的な子が映ったでしょ、うん、はい、あれは監督もよく知ってる人ですよ。なんか見たことはある気がする。食った。お、お、お、でかい。で、うん、まあまあ。あ、でかいやん。まあまあ。まあまああるよ。あ、これでかいやん。いやけど、そんなに引かんなった。ちょっとね、フッキングをミスったんすよ。あ、そうでもないわ。そうでもない。よいしょ。でかいやん。でかいやん。ちょっとね、フッキングがすごい不格好になった。よいしょ。ウエスよりでかいです。おー、だいぶでかい。でかっ。ウエスティンのより15センチでかい。7センチぐらいだと思います。やりました。やったね。やった。
全然違うやん。もっちゃ上。うーん、あ、全然違う。太さが違うでしょ。あ、違うわ。ほら、えらい遠かったっすね、元気さん。太さが全然違うよ。ほんまや。顔も違うで。ほら。目が。こっち生きた目しとるけど、こっち死んだ目しとる。いや、キラキラしとる、キラキラ。やりやったすごいやん。なかなかないよ、おかっぱりのアコーで、こんなダブル。これ言うとくけど、島じゃないから。いや、ほんまに誰でも行けるとこやから、ね。うん、はい、すごい、はい、やった。いや、幸先、はい、よしやん。いや、幸先へね。ね、開始来て10分。うん、10分で、ね、パンパンパン。なんなら俺3投目ぐらいでしょ。ダブルヒットとかめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか、うん、ねえこれ 14g やけど、いや、飛んでいく距離が違うなと思いました、うん、粒子投げてやろうと。もう普通のシンカーじゃやりきれないところをやるっていう感じ。そうそうそう。ガシラかな今のは。おまあでも最近こんな当たり頻繁にあるってあんまりなかったから、うん、監督的にはすごい安心やわ。これ今日はじゃあ何匹釣ったら買える？そんなん言うたらダメ。監督欲しがりすぎ。欲しがりません。勝つまでは。誰に勝つ。いや監督、このロケが終わったら帰りにメバルでも釣って帰ろうかな。いいかもしれんね、メバル、うん、もう今最終ぐらいですか。最終。いや、まだ最終じゃない。去年6月釣りに行った。あ、ほんまっすね。梅雨メバルって監督と2人できましたね。そう。釣れたやん、あったの。確かに。あの時だって虫除けしていきましたもんね、僕ら。可愛いモデルのお姉さんの話しちゃったら釣れたよね。え、健康的でしょ。うん、はい、こないだあれやん、お店でなんか楽しそうなイベントやっとったね。そうっすよ、こないだね、タコパしたんすよ。たまたま息子とお店寄ったら、もう息子が大喜びやったよね。え、俺らはもう銀が一うまいたこ焼きって言うる。あれはもう何回もやってんの。何回もやってるんやけど、もう毎回美味しいんですよ。毎回僕ね、ちなみに5皿8個1人で40個とか50個食べてるんですよね。出過ぎ。うん、土井さんもずっと食べよったもんね。そう、ね、たこ焼き屋さんの知り合いが来てくれてるん。たこ焼き屋ではないんやけど。あ、違うんや。違う、一般の人なんやけど、うん、まあ昔からフィンチを支えてくれてるユーザーさんなんですけど、うん、その人が作るたこ焼きがマジでうまいんですよ。へー。で、毎回たこ焼き屋さんじゃないんや。じゃない。のぼりまであったのに。そう、のぼりも買ってきてくれて年に2回ぐらいたこ焼きパーティーをするんですよ、うん、へー。はい、その模様を監督撮ってくれてるんで流してもらったらあれですけど。いや、もううちの息子がもう喜んで喜んで、うん、うちの息子でさえおかわりしよったから。おかわりしてましたね。めちゃくちゃうまい。で、おまけにその後フィンチうどんまで食べてさ。そうそうそう。至れり尽くせり、たこ焼きにうどんにアイスも食べよってその後で。フィンチうどんうまいっしょ。うまい。マジでね、最近フィンチうどん人気すごいんですよ。なかなかみんな喜んでくれて、こっちもにぎわっとったね。うん、こっちも嬉しなるし、やっぱにぎわうんはすごいいいことで。何人ぐらい来たかね。ファミリーで来とる人もおったよ。うん、多かった、赤ちゃん連れて。そう、多いっすよ、ファミリーで来る人。夫婦、ファミリー、カップル、うん、あとペット連れも多いっすね、うん、ペット連れね。あと土井さん。土井さんはウイスキーずっと飲みよったけどね。ポケット入れてましたからね、うん、そう、まあけど結構あんな急にやけどすごい人数来てくれて、
合計で800個たこ焼き焼いてました。あ、ほんと？はい、800個。だって11時前ぐらいから焼き出してずっと焼いてましたもんね。ああ、まだあの焼いてるところがまん丸になっとってで、もう外がパリパリなんか見てわかるやん。ああ、あれがうまそうやわ。まあうまい、ほんとにうまい。誰か熱々の口の中放り込まれとったけど。ああ、激アツですからね、あれでもそれもたこ焼きの楽しみなんで。そう、なんやろ、あのカリトロなんですよ。うん、で、俺あの榊さんに会うまでうちの家ではたこ焼きにキャベツも入れよったの。うん、キャベツなんか大阪の人入れんよって言われて。あ、入れんのや。はい、キャベツ入れたらお好み焼きになるやんって言われて。へー、あー、なるほど。うち入れてるわ。うちも入れてます、お好み焼き。いや、香川県でも縁日のところも入れてるよ。確かに、それをしたらああならんらしい。へー、だって元気さん最後何にもつけずに酢たこ焼き食べてましたから。そう、もう出汁がめっちゃ美味しくって、いや、あれはもう何回でもやりたい。急にやるんや。急にやる。急に。そう。いや、あの僕らもいついつたこ焼きするからって急に言われるから。食った。ちょ。かん。急に来るやろ。急に。アコウと一緒やな。アコウも急に来るけんな。アコウも急に。うん。いや、僕らスタッフもいついつたこ焼きするけんって、もうその一声ですから。そんなもんよ。常に楽しいことを考えようですよね。元気もだから割と遠くの予定入れんもんね。はい、うん、まあ、もちろん急にどんなええことが起こるかわからんから。そう、イベントはねそこそこ前に決まるんですけど、うんうん、まあ極力予定はパッと決めたり、うん、今日これしようとかで、間その何もないっていうのがあんまり好きじゃないんで。レスリング振り回されるね。それも楽しみっしょ。その日予定入れてもうてるわ言うてもうたら、あ、じゃあウェスリングええわ言うて。それつらいですね。いや、そうなるよね。でも、うん、なるけど、俺らもそうやって育てられそうで、上司からね。元、まあ、上司がおった時期はね。元気さん、上司おった時期あるんすか？あるよ、俺サラリーマンしとるもん。日本ではないけど。海外、辛い思いもしとんや。そう、俺めっちゃ辛い思いしとうから。食った。乗った。おお。今日はウエスがやるよ。やる？あ、ちっちゃそう。いや、小さいっす。そんなに大きくない。飛んできた。飛んできた。あ、アコウや。でも監督、アコウです。おお、これがアコウか。いやいやいや。初めて見た人みたいに言わないでください。いや、こんなちっちゃいアコウやと思ってなかったから。いや、そりゃピンキリです、アコウも。こんなでも幹線道路沿いのちょっとした防波堤で釣れるんやね。はい、オールつけ、ほら、あー、バレた、あー、バレた。最悪や。まあまああったような気したんやけどな。どっちやろうな、遠すぎて分からへん。わあ、フックポイント出てない、遠すぎて。釣れるんやな言うてかけたけん、もうさすがやなと思ったんやけど。バレてもうた。チキショー、そこそこ良かったと思うな、今のも。今日監督、僕のアクションいつもと違うの分かります？分からん、そこまで見てなかった。今日は珍しく流れの中の釣りなんで、うん、いつもだったらカチャカチャ言うてると思うんですけど。ああ、ほんまや、うん、流れの中の釣りって真横へ流しちょんで、うん、
パンパンパンこう上げるんやけど、最後カーブホールをうまくさすように送り込んでいきますよ。こうアクションが始まってパンパンパンってやってふーって差を下げていく。なるほど。追上さすみたいな感じ。パンパンパンって上げてスー流れに引っ張らせよう。その引っ張り感はあるんですか？ありますあります。そんぐらいは流れように。うん。立ち位置変えたら結構そっちは流れてないんですよ。ここらは流れてるんですよ。ゆうきさん、シーズン序盤のアコーで気をつけることってありますか？意識してること。序盤のアコー、はい、この意識、もぞもぞバイトが何だって多いじゃないですか。多い。アコーは気をつけるというかね、怪しいやつは全部合わす、はい、もう全合わせしとった方が間違いない。違和感みたいなのも全部含めて、違和感全部合わす。この時期違和感多いけん。多いですよね。多い。間違っとったってええんよ別に。あとね、ステイというか見せる時間を長めにとった方がええね。あ、この時期は。今年もウェスティン梅雨メバル行かないかんで。ほんまですね。うん。あ、ごめん、俺梅雨時に俺北海道や。いや監督、それ分かって言ったでしょ。もうほら、一人無理や、怖いけ。最近でもアコを始めたんですっていうお客さんめっちゃ多いですね。うん、めっちゃ多いよ。いや、釣れるからね。そう、釣れる。にでもおるし、うん、なんならベバル釣るよりアコを釣る方が釣りとしては簡単かもしれん。うん、そうやね。ボトムつけとったら食うてる可能性とかも高いし、ああベバルはやっぱね、かけに行かないと釣れんから。ああ、確かに。僕の中でメバルとアコどっちが難しいって言ったらメバルっすよ。うん、うん、で高級魚感があるしね。うん、まああとはココっていう名器ができたからじゃない。ああ、間違いない。人が増えたんも。しかも今俺今年ずっと使いよんの8号やしね。結構長いの出ないんですかとかっていうのも多いですからね。うん、あ、ほんと。おい、やっぱ足場が高いとこも多いんで。あー、そういうことか。うん、長いのと、あとはスピニングも聞かれますね。あー、まあ両方テストしてます。まあスピニングはね、ちょっと俺はワインド的な要素も兼ねて作りたいから。ただ単にスイムさすだけじゃない感じでやってる、うん、そう、ボトムもできるし、ワインドもできるし、みたいな。監督的には、うん、この釣りを見てるじゃないですか、いろんな釣りを、うん、何を見てるのが一番好きなんですか？アコウですか？メバルですか？メバル。けど案外監督、よう人の釣り見よるなっていうのは本当思いますね。だってずっと見よるもん。いや、見てないと帰った後も見よんやで、ゲッパー。そうやね、そうや。ここで見よるだけちゃうからね。帰った後も見よるけんね。そうや。ウェスティンは小学校の何の先生やった？国語ですね。国語かい。理科じゃないんや。理科じゃないっす。そうか。理科は好きでしたけど。じゃあ自然のことは学んではないんや。いやいや、監督、理科、小学校の先生は、うん、国語、算数、理科、社会、うん、場合によっては家庭科、音楽、うん、それに体育も教えるから。あ、そうか。はい。そうかそうか、全部一応小学生レベルなんや。いや、教員採用試験は小学生レベルじゃないから。あ、そう。はい。そうか。だからそれが嫌で、うん、小学校の先生を諦める人も結構います。あ、
なるほど。複数教科を全部まんべんなく見るっていうのが嫌で。なるほど。そうそう。自分の専門分野を活かしたいのにまんべんなく やらないかんようになるから。そうそうそう。それが負担感が大きいから中学校の先生に行くとか、今日来たお客さんも高校の先生やったんですけど、そういうたくさんの教科を見るのがちょっと無理だなと思ってって言って、もっと上のカテゴリーの先生になってましたね。なるほど。じゃあまあ理科は分かるんやね。まあそれなりに。物理科学とか言い出し、生物とか言い出したらちょっと難しくなるけど。まあそうですね。そう、専門性が上がっていくとやっぱり。環境 DNA って知っとる？何ですかそれ。ああ、元気マンは？え？環境 DNA。環境 DNA 分からん。 SDG みたいな感じ。ちょっと違うけど、人間の DNA とか、あのほら、犯人の DNA とか DNA 鑑定とかってあるやん。はいはい、あれが DNA って、まあ生物 全般にあるから、はい、それを調べるの環境 DNA を調べるっていうんやけど、はい、この海水を取るだけで、この地域に住んでる生物がどんな生物が住んでるかが、その DNA 検査で分かるんですよ。へえ。でそれが今もう日本でも進んでて、はい、調査が、うん、なんともう今まで高知にしか生息してなかったっていうか、高知ぐらいまでしか北上してなかった、はい、ブダイかな、なんとかブダイとか、はい、青ブダイとかね、うん、だからそういうやつが、うん、北海道近海の調査で、はいはい、DNA が検出されたりして、へえ。で、もう DNA が検出されるということは、はい、越冬というか、そのエリアに生息してるっていうことらしいんです。ほう、なるほど。だから、まあまあ、まあまあ移動してる。そうなんや、うん、いや、ね、監督、大門近くに来たよ。来た？来た。大門は来るやろな、魚追いかけて来るわな。大門、ちなみにもうここいます。えー、マジ？おる。へえ。大門来たよ。あとね、赤旗もかなり北上してるらしいよ。あー、だから赤旗はね、多分瀬戸内海には入ってこん。そう、ここ瀬戸内海やから入ってこんけど、うん、北上の仕方は赤旗は代表的な魚らしい。あー、ここに入ってこんっていうのは塩分濃度。塩分濃度。大門が来た。大門来た。誰か釣った。釣った。あー、まあ沖でやけど、うん、うん、釣った。ってことは近い将来、うん、瀬戸内海で平らばしてて、うん、香川県沖で平らばしてて、来ると思うよ。大門が釣れる。釣れる可能性高い。本当釣れる可能性はあるよ。まあ大門は昼間やけんね、うん、夜食わんから。まあ瀬戸内海こんだけ平場が流行っとるから、平場に食ってくるやろ。うん、大門来たら生態系ひっくり返るよ結構。へえ。キジハタ減りますか？減る。メバルも減る。捕食対象やからさ、うん、食われるやろうね。遊泳力が違うわね、大門は。アイゴ食ってくれよ、もう。アイゴ食ってほしいね。アイゴ食ってくれよ。アイゴとフグ食ってほしい。アイゴ多いっすね。多い。あと、チヌも北海道まで行ったらしい。アコを北海道釣れるけんね。いや、ほんま？釣れる。環境 DNA、 これから頻繁に出てくると思います。はい、環境 DNA。 ちょっとまったりしてきたね。ちょっとね、まったりやね。ウェスティンが釣らんから。慈愛的なもんかな。ちょっと待ってもらえますか。俺監督まだね、いつもの絶対的ワーム出してないけん。まだ出してない。出してない。ディレンジ出してない。割と最近かたくなに違うもんでチャレンジしようのね。いや、ね、なんでかって言ったら今3人おるんですよ、うん、3人同じワーム投げたら新しい発見ないんですよ。ああ、なるほど、うん、っていうので違うことをやってみたり、いろいろ自分的に試しとんです。
この色がええとか、コキアミピンク以上のカラーがあるんじゃないかとか、いろんなことを試してる。ビレンジ使ったらね、やっぱ本当なぜか釣れるんですよ。なんでかわからん、いまだにそれが一番説得力あります。ああじゃあどうしても釣りたい人は元気マンに場所を聞きに来るよりもあれを買った方がええやん。うん、場所を聞きに来るのはめっちゃ愚かなことマジでどこでもおるけん、まずやってみてから聞きにおいでって。自分でポイント開拓するのが楽しさだったりしますからね、うん、この動画見てどこでやりよんやろうっていうのを探すんだったら魚探した方が早いけん。ああ、あれってあそこですかってよう言われるけど大体間違うとるもん、うん、間違うとる間違うとるし、その質問はうざいけん。ああマジでうざいけんこれね、動画とか、まあ、プロと言われてる人たちがみんな思ってること、俺だけじゃないよ、みんな思っておけ。そのプロの人たちは自分の時間使って睡眠時間削って、みんないろんなところでいろんな釣りして探してる、うん、それをねあっさり言う人なんかいないから、もし言う人がおったら騙されてるそうやって、あの、ここで釣りよんよっていう違うことを言いよる人たちも何人も知ってる。ああ、うん、ああ、食った。あ、なんだ、落ちた。ガシラやった。ガシラやったね。やる気ある当たりでした。トンっていう当たり。ガシラ、ちっちゃいガシラか、あ、ちっちゃいアコウか、ガシラ、どっちか。今、ここに当たって落ちた。飛んできたんや。飛んできた。けど、うち、このチャンネルも、たまには、監督、今年、デイゲームとかも行かんすか？ああ、行きたい。あ、今日のお客さんにそれ言われた。また3人で島行かないんですか？ああ、島ね、行ったね。はい、あの灼熱の。あわ島。あわ島。ああいうのはええかもね。面白いですよね。パワースポット巡って、美味しいもの食べて、ゆるいキス釣りとかして、あんなんは、あれ、あの企画、監督が大変なだけやん。あ、そうか、そうか。まあ、圧倒的に数は少ないかもしらんけど、はぐれメタルみたいな、でかいアコおりそうやけど、うん。はぐれメタル。その、大した障害物はないんやけど、うんうん、ポロッとなんかがあるところにでかいんがおるっていう。はぐれメタルって、なかなか死なんやつやろ。そう、すぐ逃げるやつです、ね、警戒心が強い。あ、起きそうちゃう？でかそうやん。やった釣った釣った。どうにか最後の最後でもっちゃ上やった、やりました。やった、やってしまったか。もう危なかった。いや、ウエスティンのよりでかい。いやいや、え、ウエスティンのよりでかい。いやいやいや、ちょっとちゃんと確認しますよ。違う違う違う、山川さんの顔がでかいけんちっちゃく見えてるかもしれんけど。いやいやいや、監督、僕の34でしょ。あ、でかいよ。いや、これ33です。違う5や。いやいやいや、ないです。やった、よかったです。やったな、なんとか。まあ、何かしら魚は見えよるけんええけど、大してでかいんが出んね。やっぱりでかいのは水深あるところに行きがち、うん、行きがちやと思う。うん、うん、まだ。お、食った。やったぜ。でかいって言わんぜ。これね、
ガッシーの人なん、ガシラデーや今日ほらガシラデーやわマジで。どうしたどうしたどうした。でも嬉しいよ。まあ俺大きいあげたわけね、もう、うんうん、そこそこの、はい、ありがとうバイ。まったりタイムやね。うん、まったりタイムですね。まあまあ、あの実績のないポイントでやってるから、うん、やってる本人も半信半疑なんですよね。やけど、まあ、この繰り返しですよ、うんうん、実績のないポイント、やったことないポイントでどん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 、あーなんだ今の、どんどんやっていきながら魚の気持ちを考えながら、そう、そろそろちょっと甘いもん欲しくない？欲しい欲しい、うん、欲しい。元気マン、はい、ぶどう餅って知っとる？ぶどう餅、香川の、東香川の名産ですよね。あ、よう知ってるね、はい、ぶどう餅で有名な友江堂っていうお店が、はい、東香川の JR 三本松駅の真ん前にあるんやけど、はい、元気マンの好きなぶどう餅とは違うんやけど、はい、ちょっと美味しいおまんじゅうがあるんよ。はい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 、もうあんこ大好き。ぶどう餅ね、ぶどうって書いてるでしょ。店がね、これ友江堂。ちなみにこれぶどう餅、はい、名前の由来知ってる？串に刺さった団子が4つがぶどうっぽいからぶどう餅、うん、これね、色ぶどう違いないよ。え、ぶどう違い、ぶどう違いないよ、実はぶどう、はあ、これをこの、そう、うん、まああの、剣術、はい、あのお侍さんが持ち歩いた保存食が元になっています、はい、へえ。とかうんちくを言いながら今日はぶどう餅ではなく、はい、これ何餅？おまんじゅう、おまんじゅうです。真ん中ね、栗っぽい。で、なんで監督もはっきり言わんかというと、監督も食べたことはない。なるほど、うん、美味しいよー言うて持ってきてくれました。はい、現地のお客さんが、はい、これや、あ、栗まんじゅう、あのね、うん、白あん、かまど、かまど、それライバル会社やから。かまどやし。ってことは白あんってこと？白あん。おー、うまい。これ美味しいですね。かまどを豪華にしたやつ。あー、あ、かまどと違うのは周りの皮がふわっとしとる、うん、で、しっとり。かまどは口の中の水分全部持ってかれるんですよ。いや、かまどに怒られるから。うん、うん、うまい。これもやはりコーヒーが欲しくなる。コーヒー欲しい。あ、おいしい。うん、和菓子屋さんが昨今洋菓子風に振る傾向がある中、これは完全な和菓子やね、うん、これね、外遊びって、うん、結構香川以外の人もいっぱい見てくれるんですよ、うん、誰もこのかまどって言うと知らないんですよ。あー、そうか、うん、それ分かっとって言ったんですね、うん、そうか、そう、香川の名産でかまどっていうお菓子があるんやけど、うん、かまどの形したな、うん、あのデベソみたいな形なんやけど、うん、あれはまああれで美味しい、うん、あれをもっと美味しくした感じ。元気マンの家の割と近いところに本社工場がある、ね、うんうん、あ、そうなん、へえ、2つなんすか、境で、あ、駅前、駅前じゃなくて、うん、
あっちの埋め立ての方。ああ、あれか。あ、あるね、うん、何系のバンドかなこれは。ドラム叩きるみたいなもん。指揮者です。マルク・アンシェルみたいな。ハイドですか。いやー、初っ端パパパーンって釣れたね。まあまあ狙ってるポイントにパッと入れたんで、うん、まあまあいいサイズ出たしね、うん、そこそこのが出たしね、うん、よかったんじゃないですか。全員そこそこ釣ったよ。うん、うん、俺今日ガッシーデーやったしね。ガッシーデー、うん、釣っても釣ってもガシラみたいな、うん、しかも相当沖でもガシラでしたもん、うん、全沖でガシラやったよ。まあまあいい遊びができました今日も。行けるときは監督お付き合いいただきたい。ヨロピク詰めていきましょう。はい、もう毎日のように行くよ。うん、はい、というわけでウェスティン、はい、監督はメバルも行きたい。僕もです。メバル行こう。メバル行こう。メバルが面白いね、うん、ちょっと一回本当におかず用に数釣って冷凍しときたいので、はい、よろしくお願いします。了解いたしました。了解、はい、はい、というわけでバイなら。おやすみ。おやすみなさい。